はい、こんにちは、僕です。新女神転生4やっていきましょう。ですね、今東の帝国にいるんですけれども4週目に入りました。見てください、4週目プレイ時間がついに100時間超えてしまいましたね。まあ4週目を始めていて、まあ4週目もね、もうかなり終盤というところなんですけれども、ちょっと今回はね、ダウンロードコンテンツのクエストを一つやっていきたいと思います。以前プレイしたのが大天使の羽を折れというものだったんですが、今回はこちらですね。日の老いたるもの、エンシェントデーの討伐、死と砂漠の世界、そこに芽生えかけた自由は、さらなる秩序によって摘み取られようとしている。我らがお前を彼の地の未来へ送り届け、癒されぬ絶望の世界を見せてやろう。依頼者ホワイト名になっているんですね。ちょっと今回はね、こちらをプレイしていきたいと思います。このクエストを受注すると別の場所へ移行します。砂漠の世界に行くんですかね。強そうだな。日の老いたるもの、やっていきましょう。ダウンロードコンテンツのクエストは、こんな感じでどこかに飛ばされてしまうんですかね、全部。目の前に真っ白い空間が広がっている。ホワイトメン、倒したはずなんだけど。我々は、お前たちと共にある存在。ダウンロードコンテンツはね、ボイスがないんですね、多分。お前たちがある限り、何度でも現れよう。束の間の希望を手にしたもう一つの東京。ほどなく、その希望は消え失せる。時空を超えてまでお前を呼んだのは、お前に絶望の未来を見せるため。さあ、行くがよい。我らは何度でも絶望を見せてやる。絶望を見せたがる。絶望を見せたがる人たち。何度でも蘇るんですね、ホワイトメンは。砂漠だ。ペペチは時空を超え、砂漠の広がる世界に誘われた。君は、あの時のメシアじゃないか。誰？アキラだ。アキラが武装した男たちと共に現れた。ん？どうして君がここにいる？あの時から時間が経ってるのかな？プルートを倒してくれた後、元の世界へ帰ると言っていたはず。まあいい。とにかくここは危険だ。なんだ？逃げ遅れた者はもういないな。はい。生存者全員を避難させました。何があったんだ？よし。ならば、我々も城へ戻るぞ。城に戻る？君も来てくれ。一刻も早くこの場を離れるんだ。ペペチはアキラの後をついていった。何があったんですかね？プリュートを倒して、あの後の話？ペペチはアキラと共に、堅牢な造りの建物へ移動した。ここプリュート城だな。プリュート城に住んでるの、今は。建物には、多くの怪我人が収容されている。よし、すぐに怪我人の手当てに当たってくれ。了解しました。了解しました。ここはプリュート城、かつて魔王の城だった建物。皮肉にも、今では東京で最も安全な場所さ。ここ悪魔がいっぱいいたけど大丈夫なのかな。アキラはペペチに話しながら怪我人の手当てをしている。もうメシア様だ。アキラがメシア様を連れてきたぞ。メシア様、どうか私たちを再びお救いください。話したいことがある。奥へ来てくれないか。アキラと奥の部屋へ向かった。あいつは、清春もいるんだよね。奥の部屋。君がプルートも倒してくれたおかげで、私たちは神の呪縛から解放された。地上へ出て、自らの手で国を起こそうと決めたんだ。その矢先だ、あの存在が飛来したのは。奴は、自らを神の一部、エンシェントデー、日の老いたるものと名乗った。エンシェントデーの放つ光によって、地上の大部分は焼き尽くされてしまった。生き残った者はみんな、この城に命からがら逃げ込んだのさ。やったー！いた。来てくれたんだ、メシア。清春がいました。
僕だよメシア、清春だよ。僕が神様に祈って君を呼んだんだよ。やっぱり神様は僕らを見捨ててなかった。いい。そうですね、清春さん。清春元気そうだよな。清春は奇妙な踊りをしながら去っていった。悔しいが、今の私たちは無力だ。祈る神さえ失った。こんな状況では、国の再建どころか、我々は全滅だ。メシアよ、恥を忍んで、再びお願いしたい。エンシェントでよ。ん？来たんですか、もう。報告します。東方から、エンシェントで襲来。パターン青です、みたいな。繰り返します。東方から、エンシェントで襲来。来たか。来たか。アキラさん、今の攻撃で負傷者が出ました。何をされたんだ？どうしよう、アキラさん。ここがやられちまったら、俺たちはもう。もう爆撃してるんですかね。メシアよ。私は負傷者の救護とみんなの避難に当たる。どうか、エンシェントでよ。アキラは去っていった。倒せるかな？勝てるかな？どうしますか？エンシェントデーと戦う。元の時代へ帰る。このまま。戦っていきましょう。外へ向かった。強いのかな？強そうなんだよな。エンシェントデー。日の老いたるものっていう名前なんですね。誰もいない。しかし、威圧的な力を感じる。誰もいない？あ、なんかぼやけてないですか？輪郭が。すごいぼやけてる。何者かが目の前にいる気配がする。見えないの？サーチモード実行。サーチするんだ。サーチできるのかな。日の置いたるものって何ですかね。ダメ、エラーが出ちゃう。エラーが出ちゃう？マスター解析不能よ。地球上にない物質で構成されてるみたい。気をつけて。エラーになっちゃうって声初めて聞いた気がする。エペチの中で何かが波打った。何かが、あれ見えたよ。これがエンシェントデー。これならば近くできるか。あ、喋れるんだ。低き次元に生きるものよ。これなんだ、口の中に目があるんですか。口の中にね、青い瞳の目が見えますね。我はエンシェントデー、神の一部であり神の代行者。多くの獣を燃え盛る炎の中へ投げ込むものなり。我が使命はこの地上を浄化し、次の人類を地上へ導くこと。そのため、何時ら古き人類をこの地上より一掃するものなり。かー、なるほど。今ここにいるアキラたちは旧人類で、その後ね、多分眉に乗せて連れて行かれた子供たちが新人類になって、まあ、ここの地球上にね、まあ、住み着くというか、地球上に繁栄するっていう流れなんですかね。それが神の意志というところなんですかね。すべては神の定め。滅びを受け入れよ。あ、だからホワイトマンたち、ホワイトメンもこのエンシェントデーに滅ぼされたという感じなんですか。旧人類だか、旧人類。まあ、すごい荘厳な感じですね。ブルートを用いても駆逐できぬ旧人類よ。なんじら。宇宙の摂理に反する悪しき命なり。宇宙の摂理は不変である。反する命があってはならぬ。我、地上の浄化を実行する。あー、エンシェントデーかっこいいな、かっこいいな。すごい神々しい。もうやっていきましょう。とりあえずね、ドーピングかな。んで、ラスタキャンディーを撒いて、ドーピング、ラスタキャンディーで、アンティクトン。なんか弱点とかあるのかな。どうなんでしょうか。んで、とりあえず、トリスアギオンやってみますか。あ、でも、ダメージは普通に入りますね。ダムネーション？何それ。あ、毒にかかってる。輝ける楽園。何それ。またダムネーション？ちょっと待って。危ない。待って、クッソ強いんだけど。クッソ強いやん。最初に回復するべきだったな、これ。このね、赤いのって何なんですか？この楽園っていうの？待って。回復しないんだけど。これが楽園の効果？どういう効果なんですか？あ、でもシルフは溶けたな。
うわ、これしんどいな。楽園はなんだ、ほっとけば解けるんですかね、これ。回復が防がれるっていう感じですね。ハリスが死んじゃった。耐え忍んだのに。避けてもね、プレスターンが減らないんですよね。あ、やべえ、みんななっちゃった、これ。いや、これ勝てるのか？ダミネーションってなんだ？輝ける楽園で、回復できなくなるんですよね。ああ、きっつい、これ。ついよ。ちょっと待って。元の場所に戻されてしまった。もう一回行きましょう、もう一回。悔しいな。いや、すんごい強かったな。最初に、ちょっとドーピングをしたら、そのまま一回メシアライザーですね。ラスタキャンディーを巻くでしょ？ラスタキャンディー巻いて、アンティクトンまではやりますね。ここまでは変わらずに、一旦ね、マリシテンは次に回して、ここで、あれ？ちょっと待って、なんでシルフなんだよ。うわ、シルフのね、レベルが上がって、速度が主人公を超えてしまったんだな。これまずいな。ラストキャンディー前とくか。ここでミッシュアライザーやりたかったんだけどな。スピード上がりすぎだわ。いや、ナイス。避けてくれ。レーマ集中。魔法威力が一時的にアップ。モハブフダインだって。あれ、アリスが即死なんだけど。アリスが即死するって。どうしようかな。とりあえず、何が弱点かわかんない。ブフを押してきたよね。じゃ、ジオにしてみようかな。秋は等倍なんで、あ、需要弱点でしたね。んで、ラスタキャンディーを巻いてアンティクトンね。これで結構ね、火ダメ抑えられるんじゃないかな。んで、どうしようかな。トリスアギオン。ジオダインをやった方がいいか。ジオダイン。弱点をつきつつ、そして一旦ここでメシアナイザー回復だな。回復をして、もう一回、あ、ラスタキャンディーもう負けない。あ、まあ、いっぱいいっぱいでした。じゃあ、ヨーカレップで攻撃していきましょう。ついよ。んで、アンティクトンはまだ入るのかな？マイナス3にしましょう、じゃあ。これでマイナス3のプラス3だよ。あ、ディアラハン？なんでディアラハン使うの？17000回復したんだけど。どういうことよ。ジオダイン殺風劇の方がいいかな？2058、ヨーマレップ。いや、めちゃくちゃダメージ入ってるけど。アンティクトン、すんげえダメージ入るな。マハジオダインの方がいいかな。刹那さみだれ打ちはどうなんだろう。弱点わかってるからな。神様だ。ペペチの背後から何者かが踊り出てきた。本当に神様だ。神様が僕を迎えに来てくれたんだ。やっと祈りが通じたぞ。ヒヒ。清春はエンシェントデーと話しているそぶりだ。しかしペペチにはその内容が理解できない。うん、そうだよ。ずっと祈ってたんだ。もう置いてかないよね。今度は連れてってくれるよね。人間を滅ぼすだって。どうして神様迎えに来たんじゃ。そうだったのか。僕たちはもういらないんだ。僕何も知らないでずっと神様に祈ってたよ。僕はね、神様、すべてを失ったんだ。この25年の間に、家族も、悪魔討伐隊の仲間も、すべて。だから僕、祈るしかなかったんだ。清春は空を見上げた。賢治の方が正しかったんだ。僕の方が間違ってたんだ。清春さん、アキラが駆けつけてきた。しっかりしてください、清春さん。僕たちはもういらない。さあ、帰りましょう。清春はアキラに連れられて去っていった。辛いなぁ、神様に。これはね、神に見捨てられた世界ですよね、完全に。とりあえず一個殺風劇をして、ヨーカルップ。もう勝てんじゃないのか？もしかして。すんげえダメージ入ってるよ。すんげえダメージ入ってるけど。ほら、赤くなったぜ。アンティクトン、1012。効果は最大まで発動済み。マハジオダインでいいかな。弱点つくのかいいか。と
トリスアギオンの方がいいかな、どっちの方がいいんだろう。レベル95なんだな、こいつ。1090。嘘、ディアラハンされるんだけど、なんで？これ何なんですかね。ディアラハンするのが理由がわかんないんだけど。特にバフデバフを撒いてるのがいけないってことはないよね、まさかね。わかりました。ちょっと攻略を見てきました。あのね、弱点をつくのが良くないらしいですね。弱点をつくとディアラハンをされてしまうので、弱点を狙うんであればもう倒しきらないといけないという感じみたいですね。なんだそれ。よし、じゃあやっていきましょう。いや、勝てないことはね、ないと思うんですよね、今の感じは。もう少しで倒せるというところまで来たので、正直ね、楽園をつけられるかどうかですよね、多分。あとはしっかりバフでバフを撒いていって、可能な限り素早くね、敵の体力を奪っていく必要がある。で、ここでメシアライザーね。これで安定するでしょう。ちょっとね、シルフのスピードが上がりすぎてんだよな。楽園いきなりかよ。レーマ集中。マハブフダインが来るかな。うん。ブフをしてくるんですね。ハリスが速攻死ぬんだけど。トリスアギオン。ラスタキャンディ巻いて、アンティクトン巻いても体力1は変わらないよね。あー、楽園解けないな。次に回して、あ、ダメか。回復した方がいいかな。少しでも削った方がいいかな。どうなんだろう。どんぐらい、いや、楽園ばっかやってくんな、こいつな。通常攻撃。うわ、ナイスだぜ。ナイスだぜ。ラストキャンディ巻いて。どうしようかな。今、どれぐらい削ってるんだろう。次のターンに合わせてできれば攻撃していきたいな。この楽園解けないかな、早く。なんか、早い時はね、一ターンで解けるんだけどね。解けない時は解けないという感じ。待って、次に回して、回復だな。オッケー、ナイスだ。解けました。メッシアライザー。アリスはもう諦めよう。アリスは諦めよう。しっかりね、アンティクトン巻いてくれたと思う。輝ける楽園、まだやってくんの？オッケー、ナイスだ。ナイスだぞ。そんで、こっからじゃあ弱点をついていきましょう。強いな。めちゃくちゃ強い。神様だ。まあ、ここの下りは一旦ね、飛ばしていきますね。そんで、殺風撃。で、マハジオダイン。できれば普通のジオダインがいいんだけどな。で、ヨーカレップ。たくさん当ててほしい。たくさん当ててほしいわ、もっと。殺風撃でしょ？まだ赤くなってもいないんだよな。あ、やっと赤くなったけど、これ倒しきれないな。一人、あ、いけた？あ、倒せた。いや、ギリギリだったよ、今の。今のね、一撃で倒せなかったら、多分次でティアラハンされてましたよね、また。宇宙の摂理は。なんかちょっとね、やっぱり機械的なイメージですよね、エンシェントで。プルートと同じで。ヤママーヤのレベルが上がった。ちょっとね、新しい悪魔もね、作っているんですよね。生存者たちが外へ出てきた。エンシェントデーが消えた。メシア様がエンシェントデーを倒したのか。ほう。倒したよ、エンシェントデー。強かったな。エンシェントデーまで倒してしまうなんて、またしても君に救われたな。これで、私たちの東の帝国も再び。滅びないね、この人類は。ペペチとアキラの中で何かが波打った。なんだ、これは、まさかまた。天から威厳に満ちた声が聞こえてくる。我は死せずして永遠なり、ただ形を一つ失ったに過ぎね。この程度のことで宇宙の摂理は揺るがね。あれを見ろ。これ何、今またエンシェントで出てくるんですか？ペペチは空を見上げた。え、眉が飛んでる。あれは眉。あれは眉。神の箱舟。25年前に飛び立った箱舟が戻ってきたのか。
天から威厳に満ちた声が聞こえてくる。ああ、眉っていっぱいあるんですね。新たな人類は間もなくこの地に降り立つ。創生はすでに始まっているのだ。へえ、どうなるんだ。新しい人類、声は聞こえなくなった。新しい人類、それがあの箱舟の中に。今度は一体何が起こるんだ。いや、何が起ころうと希望はあるはず。メシアがチャンスを作ってくれたんだ。諦めてはいけない。あの箱舟に新たな人類がいるというのなら、私は東の帝国の代表として彼らに共存を持ちかけよう。誰もが自由と平和に生きられる、そんな世界を築くために。ありがとう、メシアよ。ではまた会えることを楽しみにしよう。私たちの東の帝国で。大丈夫なのかな。新しい人類といっても、フリンとかね、フリンってまあ主人公とかヨナダンとかワルターとか、ああいうね、東の帝国の面々が要するに新人類ってことですよね。アキラは巨大な眉に向かって歩いていった。ああ、日の多い誰ものクリアできました。よかった。マリアじゃない。アリス死んでしまったんだけどね。白いピラーっていうものをもらいましたね。目の前に真っ白い空間が広がっている。帰れるんじゃないの？なぜお前たちは絶望しない？絶望の連鎖から解き放たれるには、無しかないというのに。元の世界へ戻してやるが、これで絶望がついえたと思うな。いくら希望の火を灯そうとも、同じことが繰り返されるだけなのだ。この人たちは要するに、今のエンシェントデーによってね、滅ぼされたということなんですね。ペペチはホワイトメンの手で元の時代へと繰り返された。よし、じゃあ無事ね、エンシェントデーを倒すことができたんだけど、今何かアイテムを手に入れましたよね。これか、白いピラー。あ、神霊、エンシェントデーのより白。神霊。種に絶滅を与えると言われる白い柱。なるほど。合体制限が解除。神霊、エンシェントデーだって。なんだろ、特殊合体で作れるのかな。あ、ですね、特殊合体だ。いや、神霊っていう種族初めて見る。神霊ってこれしかいないんじゃない？何が必要なんだろう。これはあれだな、メタトロンかな。ミスラ、ケルプ、これなんだ？ヨーマ？あ、これわかんないな。なんかちょっとね、なんかちょっといかがわしいものが見える、シルエットが。これなんだろう？これ誰だろう？ヨーマレベル61ってわかんないな。エンシェントデーがね、まあ、作れるようになりました。まあ、今ちょっと作る予定はないんですけれども。いや、無事倒せてよかったですね。ちょっとね、一時はどうなるかと思いましたけど、なんとか倒すことができました。あれね、でもね、攻略見ないとわかんなかったな。ディアラハン。毎ターンディアラハンされたのはちょっとしんどかったですね。弱点をついたら、そのカウンターが発動するみたいな。結構そういうパターンみたいなものがね、やっぱりありますよね。まあ、よかったです。またね、ちょっと次回も、ダウンロードコンテンツが他にもね、まだありますので、またね、そちらは次回やっていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。